コーラマンデル半島の位置、コールビルから望むモツカワオ島とハウラキワンワイカワウ、ワンタイルアタイルアビティアンが道路から、マーキュリー湾を望むコーラマンデル半島内陸の熱帯雨林、コーラマンデル半島、コロマンデル半島は、ニュージーランドの北島北岸の半島。東のプレンティ湾及び太平洋と西のハウラキ湾及びテムズ湾を隔て、北に約 85km のビル。 幅は最大で4 0トルで人口のほとんどが海岸地帯に集中する。晴天寺にはハウラキ湾を挟んで西に5 5トルのオークランドからもはっきり見える。ワイカト地方のテムズコーラマンデル群に属する。1820年にカウリスパルをコーラマンデルに買いに来たイギリス海軍のコーラマンデル号から名前を取った。 この船の名前は、インド南東部のコロマンデル海岸から来ている。コーラマンデル半島は急で坂が多く、温帯雨林に覆われている。コーラマンデル山脈は、半島南部の背骨をなし、標高約900メートルに達する。北部は、モエハウ山脈が貫く。半島北方のグレートバリア島は、山脈の一部と考えられる。半島北端のコルビル岬と島の間には、 コルビル海峡がある。西のオークランドや南東のタウランガといった人口集積地に近いが地形の特性から特に北や内陸に行くほど人口は少なく未開発である。内陸部のほとんどが森林公園に含まれる。半島の北西にはモツカワウ諸島、南東にはアルダーメン諸島とスリッパー島、北東にはマーキュリー諸島が浮かぶ。半島では中心から 先進予にかけて火山活動が盛んだったが、その後活動の中心は南東のタウポ火山帯に移った。しかし、2 5トル東のトゥフア島は最近まで活発だった。半島の地熱活動は未だに盛んであり、東岸中央のフィティアンガとタイルアの間の温泉海岸が有名である。地形上、半島の南東部、南西部の少数の町に人口が集中する。 北や内陸に行くほど人口は少ない。半島に別荘を持つオークランド市民が多く、特にクリスマス、新年休暇の時期には北島中から人が訪れる。1970年代には数千人のヒッピーが国中の大都市から半島に自然と調和した暮らしを求めて移住した。2010年代には裕福なオークランド市民が移住し始めている。かつては 金採掘と香り栽培で栄えたが、現在は人気の観光地である。内陸部は森林公園が占め、海岸に多くの海岸や景勝地が散らばる。国道25、25A 号線が半島を循環する。未舗走路も多く、これらの道の通行を禁止する、レンタカー会社もある。フィティアンガにはフェリーが就航している。半島東部のオピトアンデスティネーションコロマンデル。 ツーリズムサイトフォーザテームズコロマンデルハウラキディストリクトカウンスルズウィキボヤージュにはコーラマンデル半島に関する旅行情報があります。ありがとうございます。